よろしくお願いします。いらっしゃいませです。さあ今日もね、初心者の方、給油者の方にもできるだけわかりやすく楽しく居飛車を後付け実況感想戦やっていこうと思いますので、ぜひね、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ今回ですね、相手の方が居飛車の匂いをしてたんですけど、まあ、この辺で雁木かなっていう感じはしますよね。まあ、金上がって、この金銀の連結で雁木囲いに来るのかなっていうふうに思ってたんですけど、なんとね、腰掛け銀にしてきたんですよね。わ、あれと。これ様子がなんかおかしいぞと思いつつ、まあ、とりあえず飛車先ついて、まあ、角上がらせるんですけど、なんかね、この辺でちょっとね、まあ、不思議な戦法をやってきたわけですね。まあ、これが何、まあまあ、あるんかなみたいな。まあ確かにこう、銀冠に組めれば、なんか銀冠のこう、風突き捨てというか、まあ突き、一個ついてて、まあこっちの囲いを雁木にさせたよねっていう話があるんで、これでどないなのっていうふうにちょっと思ってましたね。まあその作戦としては、まあ陽動振り飛車の類なんでしょうか。これめちゃめちゃ稀ですね。俺はなかなか遭遇しないんですけど、これちょっとびっくりしましたね。でまあこっちとしては、まあこの3二金型っていうのは急戦には強い形なんですけど、持久戦になった時にこの金って普通はまあ玉の方にくっついちゃった方がいいじゃないですか。まあ王様の囲いは金銀3枚って言われるぐらいなんで、まあ、囲っとった方がいいっていう話なんですけど、この金がね、働きがいまいちになっちゃうってことを踏まえて、穴熊行こうかなと。雁木穴熊行こうかなっていう感じでやってきました。まあそしたらですね、まあやっぱりこう、穴熊は嫌だって言って、まあ早々に仕掛けてくるんですけど、まあこれで一応角引いとけば大丈夫かなとか思いつつ、まあ難しいですね。これ、取る手もあったのかな。取って角交換なら同桂。この辺はめちゃくちゃ手厚いんだけど、横すっかすかみたいな。台振りでそれはちょっと嫌だなと思って、まあ、取り込まれて同銀もこの飛車先の不交換入っちゃうから、ここの銀は今んとこ動けないんですよね。まあ、だからこれ、銀で取ることになるんですよね。同歩取り込まれて同銀。で、歩打たれたら、銀かわすの？同銀同歩？銀打ち？まあ嫌ですよね。なんかガジガジ来るの嫌なんで、まあ相手から急戦を仕掛けてこうっていうのが嫌なわけですよ。まあ、だからこっちはもっともっとゆっくりしようぜって言って、8八角って引いてきました。これで、まあ取り込まれても同銀、歩打ちには下がっとけば大丈夫ですね。まあただ角がちょっとね、収納されちゃったんで、どうやって角使おうかなっていう感じはあるんですけどっていう。でまあ、こっちとしては、まあ金を寄っといて、割り銀防いどこうって感じですね。なんかのタイミングで銀交換になっちゃいそうなんで、でまあ金寄って待ちました、まあ、そしたら桂馬で力貯めてきて、まあ、これは次、まあ、取り込んで、まあ、同銀のどっちかに、まあ、ぶつけていきたいのかなっていう感覚はあったんですけどね。まあ、なのでここの銀が取り込まれて同銀と取れるようにするには、ここの飛車先の歩を受けとかないかんと思って、まあ、飛車回ってきました。でまあ取り込まれて同銀右、まあ一番怖かったのはぶつけかな。大さばきされると、まあ嫌は嫌ですね。まあでもぶつけられたらどうなんだろうな。まあ取るんかな、でもね。取って角交換、同玉、同金、なんかいろいろ離れ駒あるから嫌なんだよな。まあ同玉かな。まあ銀ぶつけは嫌でしたね。まあまあ今回は歩打ってくれたんで、これで一応上がるか下がるか迷った感じですね。上がったら取って取って銀打たれたらめんどくさいなと思って、上がって取って取って銀打ちはかわせば、ここに歩打てば銀が取れそうなんですけど、割りがやっぱ気になったんで、これはちょっとおとなしくかわしましたね。でこれでなんか部分的に4枚穴熊
プラス角みたいな、なんかそういう格好にあったんですけどっていう感じですね。で、相手の方は、まあ、飛車先の、まあ、俺の飛車先の歩を交換しに来たんですけど、これはまあ、こっちとしてはチャンスかなっていう感じがしますね。なんかなんとなくね、こう、角がこっちにいた方が、やっぱ働きはいいんですけど、こっちに来る分には、まあ、金ぶった切るぐらいなんで、まあ、こっちの狙いとしては、まあ、歩が一歩あるんで、ここ行きたいんですけど、今行くか、取ってから行くか、迷って、まあ、一回こっち取るんかなっていうね、働き悪くしてから行った時にどうするんだろうっていう感じは思ってましたね。まあ、取って、で、7五歩。で、これに対して、まあ、取ると、歩打ちで桂馬死ぬんで、なんか銀とかね、守ってくるんでしょうけどね。まあ、ただ、これで、銀で守ってくるってことは、もう一回7五歩打った時に取れないってことなんですよ。取ったら歩打ちが入っちゃうんで、まだ差あるんですけど、これで、じゃあ、まあ、やっぱりこの桂馬の頭守ってるこの銀が邪魔だよねっていうんで、ここに打っていくのが流れだと思います。まあ、これ取ると、まあ、桂頭やばいんで、まあ、桂頭行きますよね。で、これは、まあ、瞬間桂馬ジャンプしてこようってことなんでしょうけどね。跳ね、まあ、取ったら跳ねてきてみたいな。で、この桂が、瞬間働いてるというか、まあ、この歩で取りに行こうとしたんだけど、取れなくなっちゃうっていう話になるんで、まあ、これはこの7四歩の顔を立てるって意味では、取り込まないかんでしょうね。まあ、取り込んだ時に、これ、王手入るんで、これは瞬間桂得。で、これで、金銀、銀と桂の交換。で、これで桂得。で、取ってくるけど、まあ、これは取り返しといて、これで部分的に桂得しましたね。銀がさばけましたね。殴り合って銀がさばけた。さあ、ここであなたどうすんのっていう話なんですけど、まあね、あの、角のライン生かして、ここに飛車引っ掛けてきたんですけど、これは逆にこう2八飛車で先手取れるなっていう、角取られたらどうするんだろうって話ですよね。まあ、ここ2三歩が一番嫌でしたけど、まあ2三歩もなぁ、ぶった切るんだろうなぁ。これ、支えてる角がいなくなると銀がボロなんですよね。まあだからぶった切っていきました。まあ一応ね、これ、2三歩がいいって言ったのは、なんていうかな。この場合だと、銀取って角なって飛車なる手もあったんですよ、一応。で、どっちがいいかなって検討した上で、いや、これね、取って角なって飛車なった時に、ここに馬がいるじゃないですか。で、相手金持ってるんでしょ？なんかね、ここにガジッと噛みついてきて、この浮いてる金狙われるの結構嫌だなと思ったんで、よりかは、まあ、取ってだと、なんだこれ。銀取って、取られて、金取って、まあ、部分的に損得で言うと、まあ、一緒なんですよね。一緒なんだけど、かっこいいの硬さを優先して、飛車ぶっちから行きました。まあ、ぶっち同金、で、銀剥がしといて、で、これでどないっていう。で、この時に、飛車打ちの隙言ったら、まあ、飛車打ちここ桂と金狙い、ここで桂と金狙いあるかなと思ったんですけど、まあそうですね、どっちの場合もまあ銀引くのかな。こっちに打たれた方が嫌だったかな。で、こう銀引いて角通しながらって感じなのかな。まあ今回こっち引いてきたんで、まあより先手取れるって感じになりましたね。これ銀引いた手が一応飛車に当たるんで、でこれで桂取られるけど、まあこっちも香車取っといてっていう感じですね。まあこれで部分的に、まあ飛車と角が同価値ってするならば、銀強得かな。中盤は駒の損得重要になってくるんで、まあまあまあ、これで銀強得でどうかなっていう感じですね。で、これは、まあここに桂馬打ちたいってことなんでしょうけど、まあ部分的に同銀、桂打ちで金寄って、で、銀取られるけど、馬返ってくれば、これで手厚いですよね。これで、部分的には、まあ、銀銀は十分のでしょ？で、飛車と角大体同価値。で、香車は相手ので、桂馬、桂香得ぐらいかな？にはなったんですけど、まあまあ、しゃあないところですよね。桂香得で、まあ、自陣に馬ができて手厚いよね、と。で、この金の働き、飛車の働きはどうなんですかっていう感じで、まあ、こっちが、まあ気持ち
まあ、500、いや、400ぐらいかな。っていう風に見積もってますね。で、銀出てきたんですけど、これは、ま、香車打ちますよね。鳳凰手。まあ、ここに歩打たれるのはやっぱ嫌なんで、逆に打ったろうっていうことで香車打ってきました。歩だと、これに叩く手がなくなってくるんで、香車かな。まあ、同銀は金で取っていけばいいし。で、相手も叩いてくるんですけど、殴り合ってくるんですけど、これはま、銀取っといて、で、同馬ってすれば、ああ、こっち先取っといて、王手で取っといて、で、まあ、同飛車かなんかわからんけど、で、これでと金外せば、これで部分的に、これ同価値でしょ？で、金は自分の銀銀でしょ？で、桂が自分だから銀桂得かな？銀桂得になってるんですよね。ここの攻防で。それはでかいよねって話じゃないですか。まあ、これで飛車回ってきて、これぶった切る筋気になりますよね。ぶった切って同金にここに金とか打たれたらちょっと、銀の方がいいか。銀が嫌っすね。ここの桂馬の地点狙いつつ、こっちの金取るぞって言ってるんで。まあ、ぶった切りは気になるんで、とにかくこの飛車止めんといかんよなっていう感じで。まあ、とりあえず叩きますね。叩いて、歩がちょうどあるんで、連打して、で、手厚く銀打っていきました。これで下がるようだと、まあ、手番こっち来るんで、まあ、玉頭戦なら絶対こっちの方が手厚いですからね。王様と王様の間に、こう、金銀が、まあ、3枚、対相手0枚なんで、まあ、飛車をカウントするかどうかちょっとさておき、まあ、枚数勝ってるんで、これは、まあ、いいだろうなって思ってました。で、これは、そうっすね。まあ、同馬でどうなのかなっていう。で、相手もね、叩いてやってくるんですけど、まあ、これどうなんかな。ここで、まあ、俺も先手取りたかったんで、香車を、釣り上げて、同馬で、これでどうすんのってちょっと聞いてみました。まあ、飛車ぶった切ってくるんですけど、まあ、一回飛車いなくなったんで、桂馬打っといて、で、これで飛車を取った手が、また詰めろかな。これで、まあ、桂馬に紐をつけながら飛車を回収して、まあ、次は、まあ、そうですね、こう相手の玉行けるところが、ここ？こことこことここだけでしょ？だからなんか、角この辺から打つ狙いがあって、でかといって相手ね攻め駒なくなっちゃうような受けはしにくいじゃないですか。まあということで相手の方はまあちょっと爆発してきたんですけど、7七歩で爆発してきたんですけど、これは詰みますね。なんて一手、まあ相駒するなら一手二手三手三手詰め、いった相駒で三手詰めか。一手二手三手詰め、一手二手で3って4で5手詰めかな。うん、5手詰めっすね。5手詰めがありますね。これ角打ちから5手詰めですね。相駒期間から下がるんですけど、まあ、下がったら、まあ、金銀あるんで上からべちゃっと押さえていけば詰みですね。1手2手3手4手5手みたいな感じで詰みですね。はい、ありました。はい、いかがでしょうか。今回ね、陽動振り飛車との戦いになってきました。ぜひね、高評価、チャンネル登録していただいてですね、次回の対局も楽しみにしていてください。ということで本日もお疲れ様でした。お会いしましょう。